続いては金婚さんいらっしゃいのコーナーをお送りしていきます。ね、これ1ヶ月に1回ということで非常に、ね、人気のある楽しみなコーナーなんですけれども、結婚50年を迎えられた素敵なベテランご夫婦をご紹介していきます。今回は宮崎市小松台にお住まいのご夫婦なんだそうですよ。それでは早速ご紹介していきましょう。金婚さんいらっしゃい。それでは参りましょう。今回の金婚さんはこちらのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお名前とお年をお願いします。名前は川野博史です。81です。妻幸子79歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は結婚されて何年になるんですか？54年ですね。54年、はい、長いですね。長いですね、うん、私たちでは短く感じます。54年間ですか？あっという間でした。じゃあ54年の聞いていきましょうか、うん、はい、はい、じゃあまずお二人の馴れ初めというのは、そうですね、一口で言うなら見合いですよね。はいはい。私の父が彼女の兄貴と同じ職場でしてね、今日は見合いだっていう時は見るだけとほういうことで行ったんですよね。今日は見るだけだぞと言ってお茶出しに来てその振る舞いを見ただけでしたから。でも返事しなかったからね、私たちが。そういう約束だったから、中尾さんと。だから後で断られたんでしょうね。断られたんですね。こっちが断ったんですよね。中尾殿の家に行ってもうやめます、このままではやめましょうって言って行ったんです。それで断りして、その後どうなったんですか？あの話はお願いしましょうと言ったら、何でもあえということになったんで聞いたら断りに来たってわけですよ。あ、はい、はい。でそれですぐ中尾さんが今来たばっかりだからすぐ追っかけて行って、でまあ話がまとまったって言いますかね、元に戻ったっていうか、そういう一面はありましたね。お二人の夫婦円満の秘訣はズバリ何でしょうか？秘訣ですね、健康でいてね、よく会話をすると、会話をより高めるためには趣味を同じにしたらね、また共通点が一つ増えるんじゃなかろうかということで、卓球をするやるって言ったらやってもいいって言うから、それで始めたんですね。幸子さん、卓球をやるかって言われた時の気持ちは？それこそ外だと暑いし寒いし家の中ですることだからいいかなと思って、それならできるかもわからないと思って、初めはそんな感じでしたね。何年前からやってるんですか？ちょうどですね、5年ですかね。5年か、はい、まあでも2人、まあ、年齢を足していただくと160歳、81歳と79歳、はい、で我々まあ足してもまだ58なので、まあ、言っても卓球の方は負けないと思いますので、まあぜひ対戦をさせていただきたいなと思ってるんですけども、よろしいですか？それでは勝負を挑ましていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金婚さん、卓球対決、さあ始まりました、うん、まずはルールの説明をいたします。よろしく。ルールは11点先取、11点先に取った方が勝ちとなります。はい、負けへんで。よっしゃ、頑張ろうね。よっしゃ。僕たちが負けたらボール磨きします。はい、はい、よっ、よっちゃん、よっちゃん。バケットザサンド、はい、行こう。よっちゃん、よっちゃん、よっちゃん、違う、絶対。はい、そのそっちは行こう。はい、近い。こっち。やべやべやべ。ルチャ、よっしゃ。よし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 。歴史的な一点、歴史的な一点。よし。はい、ルチャ。よっしゃ。
人生でやっていけないことは同じことを二度繰り返すこと。申し訳ありません。申し訳ありません。そんなやつ。よし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 。はい。やばいよ。めっちゃ回転がすごいんですよ。あ、りょうちゃん。やばい。大変だな。さあ、うわガッチャンコ、ガッチャンコしてしまいました。仲が悪いのが。よ、よちゃん。もう入った。もう入った。厳しい。四対九いきます。よし。よ、よちゃん。やばいマッチポイントです。マッチポイントです。黒柳さんいきますよ。はい、よっよちゃん、よし、よちゃん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 、はい、もう一本、はい、もう一本、よっよちゃん、わー、はい、川の最後勝ち。はい、いろいろと取ってきて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。負けましたね。はい。すごい、でも楽しかったです、ね、楽しどうでした私たちの卓球。まだ若いから伸びがありますよね。本当ですか。今から楽しみです。あのお二人でその卓球をされてですね、どういったところが魅力ですか。やっぱりね、こう皆さんこういらっしゃって、あそこのテーブルご覧になったらいいと思いますが、卓球もそうですけど、みんな寄り合ってね、地域全体のコミュニケーションを高めてね、やっぱ防災なり地域が住みよい町づくりにですね、つなげることが非常にあの可能性は高くなってくると、そういうふうに僕らは思ってます。ですから卓球はあくまでもその楽しみで、大勢の人と接するということをこう目標にしてやってます。お互いにメッセージを送り合ってもらいたいと思います。ああ、今まで通りよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。頼みます。また温泉にも行きましょうね。温泉にはね、だいたい毎月行ってますからね。はい、それは続けましょう。よろしく。今回は小松台にお住まいの川野博さん、幸子さんにご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは金婚さん、いらっしゃい。バイバイ。敗因ないところも。敗因は、加藤のボケじゃない。俺のボケ。はい、てか俺ばっか磨いてね。早く早く。こんな展開だったわけですね。お邪魔いたしました。いやでも見事な卓球、ね、好きですね。かっこよかったですね。シュッて決まった時のバックハンドの時の方がすごくかっこよかったです ね。すごかったです。週に3回この卓球してらっしゃるんだそうですね。すごいですね。でこのコーナー始まって最高齢のご夫婦ということで、ご主人のひろしさんが81歳、奥様の幸子さんが79歳でらっしゃるということで、若々しいです ね。でも私たちの方がなんか大切ないような感じでね。すごいですね。同じこう時間を持つっていうのがね、すごく素敵ですね。趣味を持つっていうのが、また最後には温泉にも行かれるってお話なさってたから、やっぱいいことなんですね。仲よろしいですね。本当ね、最初の出会いは面白かった。
一回こう帰ろうとしたら呼び止めてってでもその瞬間があったからね、そういうのをしていらっしゃるんですよね。はい、で奥様の幸子さんなんですけれども、すごく言葉遣いが丁寧でいらっしゃって、これ、うん、お母様がしつけに厳しかったということで、とっても丁寧な言葉遣いを、で今はその優しい言葉遣いがお二人のベースになっているという感じで、これもまたね、なんとも、はい、思いやりのある言葉でいらっしゃる。自分でダメ、自分でダメだなと思って大丈夫よ、ここから、ね、本当に本当にいろんなところで、ね、健康に気をつけて日々を楽しんでいらっしゃるお二人でいらっしゃるそうです。これからも元気でまた卓球とか温泉楽しんでくださいね。さあ、ということでこのコーナー月に一度お送りしております、結婚50年を迎えられた素敵なご夫婦をご紹介しております。次戦他戦は問いませんので、ぜひこちらまでご応募ください。以上、金婚さんいらっしゃいのコーナーでした。